いや、今のところいないですよ、正解。セーブする場所じゃないです。違います。違います。みんな違います。あと5秒。5、4、3、2、1。いないです、正解。正解はですね、携帯を買いました。 はい、知ってますか？ 私携帯でも内画面ずっと割れてて、白いなんかスッっていうなんかちょっとフィルターみたいなのがかかってたんですけど、実はついさっきですね、 iPhone 12に変えてきましてですね、やっとやっと画面のバキバキがなくなりまして、カメラも3つになりまして、タピオカメラになって、こう今帰ってきたっていうわけでございます。みんな分かりました？絶対分かんないですよね。そうだから、ちょっとこうやって内カメラで見るとめっちゃ綺麗なんですよね。そうで、ついさっき携帯のケースと画面を買ってきたので、明日届くのでつけて、もう終わりませんっていう という感じでございます。今日は仕事だったけど、すっぴんで仕事に行ってきたのですっぴんです。ということで、肌きめ細かに見えたのは携帯変えたせいか。おお、何これ、雪だるまだ。ありがとうございます。そうでも、もう携帯自体機種変してきました。 10S だったんですけど、そうむっちゃきれい。ありがとう雪だるま、雪だるま、雪だるま。今はガラス貼ってなくて、明日届くんでそれを貼ります。すごいいっぱい雪だるま すごい、ピピピピピ。今まで割らなかった携帯ないんじゃない？え、そう、多分そうだよ。え、すごい、タコさんもありがとう。そうで、こけたのは今日でした。今日こけたのはですね、仕事に行く時に はい、今日こけまして、今日はですね、仕事に行く時に、まあ原付だったんですけど 原付乗ってて、で駐輪場止めようとして曲がった瞬間に、まあちょっと砂利道だったので、多分タイヤが滑ってこけましたね。はい、ジーパン履いてたので、これでスカートだったらやばいなと思って、これでスカートだったら多分マジで多分もっとすごかったんですけど、そう、雪だるまじゃない、だるまさんありがとう。なんかちょうど今日絶対寒いなと思って、絶対寒いから絶対ズボン履いてこうって思って、ズボン履いてって、でちゃんと手袋して肌出してなかったんですよ。まあ、ちょっと足首出てたかもしれないですけど、そうだからこけて血は出なかった、内出血と擦り傷だけで済んだんですけど、そうなんですよ。右足は今下半分は真っ赤になっちゃって そうなんですよ。でもマジで着ててよかった、スカートじゃなくてよかったって本当に思いました。雪だるまありがとう、本当に。はい、なんかやっぱここのね、これがあるので、私はドブに落ちたこの傷があるので 去年の夏にドブに落ちてここ怪我したんですよ。やっぱそれがあったので、まあ、なんで今日はそうですね、もう転んだ直後に病院に行って、まあ、全然大丈夫、まだマシな方なんですけど、ここの肘の怪我よりも一応傷残んないように行ったら、
まあ、全然擦り傷とかだったから大丈夫だよ、なんかむしろなんか結構なんか笑われ、まあ、いつも言ってるとこなんで、あははみたいな、大丈夫だよあははみたいな、そんなビビなんか触られるのもちょっともうビビりなんで自分、やだやだみたいな感じでしたらめっちゃ笑われて、なんかみたいな大丈夫だよみたいな感じで、傷になんないからみたいな感じで一応可能止めもらってって感じで、はい、今に至ります。単独事故でした。ただカーブして滑って転んだっていうお騒がせしました。でもマジで本当に足折れたかと思った本当に痛すぎてびっくりしました。もうね本当に一生のランって決めました一生のランと決めたので、はい、もう大事にね、ありがとう。そうなんです、クロスそのままやん、兄貴に借りたバイク。そうなんですね、まあでも本当擦り傷だけで済んだんで、血は出てないし内出血で終わったんで、まあちょっと擦ったので赤かったけど、そうね、周りに人いなさすぎて逆に恥ずかしかったですけどね私はなんか人誰もいなくて一人でこけて一回恥ずかしいみたいな感じで周り見たんですよ。痛みよりも最初は恥ずかしさが強くて、えやばいやばいと思ったけど誰もいなくて、はぁと思った瞬間からめっちゃなんか痛すぎて折れたって思ってたけど、もう仕事間に合わないって言って頑張って歩いて、はい、本当ズボンでよかったなと思いました。スカートだったらもうね歩けなかったですね、恥ずかしすぎて。そうなんですよね、そうびっくりしたけど今に至ります。小判とかありがとうございます。そう、あ、そう、そしてですね、ティーンズユニット投票今日が最終日ということで、私ももう何枚かっていうか、まあそうですね、結構もう投票したんですけど、今日は残りの2枚だけね、見せないようにしておこう、そう2枚だけ残しておいたので、今日は皆さんと一緒に投票したいなと思って、そう置いてきました。私はこれ10円で買ったんですけど、ママもねいつの間にか買ってて、そう、まあ、大体みんな同じ日に受け取りだったじゃないですか。したらびっくりして家にねいっぱいあったっていう、ありがとうございます前置き長いわ本当にね、今日のこれ本番だから、これ今日の本題なんでそうそう、ちょっとミナルンさん思い出して裏面にしましたあ、ありがとう。ぶなんだっけこれ、ミラーボールだ私はちゃっかり見せることなんてしないんでそうなんです、ということで私は見せませんよ。わ、今日のね23時までなんで、今ちょっと携帯使ってるので、これってこっからできるかな、パソコンでできるかな。でも私本当に年にあれですよね、1回はこけるんですよね。去年もこけたし、多分一昨年はこけてないかな。3年前はバス乗り遅れてこけたし小判ありがとう。皆さんね、もう私に投票してくださってる方もいてありがとうございます。そう、バスは3年前かな、わかんないですけど、去年はドブに落ちて今年は転んでもう、まあ、今年始まったばっかだけど、もう今年はいけないと信じて、
すごい、初めてかパソコンでさ、SKE のサイトを見たかも、更新してから。更新？変わってから。いつもさ、SKE のサイト、携帯でしか見てなかったからさ、すごい。携帯は変わってないよね。すごいね、なんか。すごーい。これをどうやって投票する？実はレン君がいるんですよね、ここに。タジタのレン君。昨日受け取って投票してありがとうございます。入れてありがとうございます。本当に。そう、28日が開票日なのでね、レン君も応援してくれてるので、きっと。くっ、おいで。こんにちは、めんくんです。やっぱ携帯変わると綺麗だね。 ありがとうございます。投票してくださった皆さん、眠たそう。なんか相方の画面にのさ、レン君こうやって見せるといっつも寝てるよね。レン君眠たいの？レン君？レン君？寝るの？ミニチュアラックスでーす。雪だるま、ありがとう。雪だるま？雪合戦？リンクにむっちゃ当たってる。 雪だるまの、雪のあれが。ありがとうございます。レンレン君眠たそうなんで、ここに置いてきますね。ここに。今度レン君テレビデビューするんでね。と、じゃあ投票をしたいと思います。投票時間が終わっちゃううちに、終わらないうちに。サイト見て。ちょっといまいちでもまだね、慣れてない。何これ、クマさん、ありがとう。
いやもうすぐで12時になっちゃうって。難しい、未だに慣れない。パソコンでやるとなんかやりにくいですね。ピッ太郎くんポチッ。あ、間違えた、変なの来ちゃった。よし、とりあえず1票目完了しました。続いて MPK MCY。 よし、終わりました。やっぱこの2票はですね、バナナ D2 のみんなと出たいなと思ったので、アイリタンと、そう、私にっていうのは、まあ何ですかね、やっぱみんなで出れたらいいなと思って速報的の順位で入れてきましたね。リンクをピッ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 、やっぱりもうあと1時間半ぐらいで投票も終わりましたし、終わりますし、いやーすごい緊張ですねなんかね、リンくん、もう日曜日には決まってますからね、投票の発表も始まりますし、なんとも言えないこのなんか懐かしい感じですね、投票の感じ。まあでもね、こうやって皆さんがなんかこうやって速報発表になったから、なんか応援します、支援しますとか応援しますって言ってくださる方が本当にたくさんいてくださって、なんかなんだろう、まだ咲いてもないけど、割となんかもう遅咲きっていうか、もう遅いスピードで、遅い、なんだろう、あまりこうすぐ、なんて言うんだろう、なんて言うんですかね、こうあんま結果を残せない自分がすごい悔しかったんですけど、なんかそういう自分でもこうやって応援してくださる方本当にいっぱいいるんだなって、なんかすごい実感して、本当にありがたいなって思いました、皆さんの存在が。そうですね、もう何がともあれ、何がともあれ、もう結果はですね、もう1時間半終わったら、経ったらもう決まるので、そうですね、私も
やるべきことはやったし、もう後のその結果は私にとってのね、はい、そんだけのもう感謝です。もう本当に私のことをこうやって応援してくださる皆さんがいて本当に私は嬉しいです。ありがとうございますね、リンくん。リンくんは眠たいそうです。お、ありがとう、ゆき。そう、負けんじゃねえぞ。ありがとうございます。もうね、どんな結果であっても投票してくださった皆さんがいれば、もうね、一票でも入っていれば本当に嬉しいです。なんか、なんて言うんですか、ゼロ票じゃなくてもう一票入ってるだけで私はすごい嬉しいなって思うので、そうなので、そう、私もね、レン君と頑張ります。レン君とそうですね、もうありがとうございます。コメント見てます、今ちゃんと。頑張ろうね、リンくん。うん。眠たそうなので、リンくんも。いう感じでしたという感じでした。半になったら終わりますね。私もお風呂入って、明日もお仕事なので頑張ります。明日はですね、楽しみなメンバーと仕事するんですよ。また告知しますね。本当にお楽しいね。そう、レン君はこの耳のここら辺、耳のこの下ら辺をこうやってすると、見ててくださいね、もう眠たい、ほら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 、寝るんですよ。ここ触るとね、もうほんとほら、もう寝る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 。耳の下触られるのがレン君はね、好きなのか落ち着くのか知らないけど、こうやって寝るんですよっていう感じで、うちの犬の特技でした。はい、あと9分。お姫、いや男の子なんですよ、レン君ね。えレン君、知ってました、私今日すっぴんなの。ゆきゆき、ワンネイルは続くだろうね。アフィンも続くから、でも結果どうであれアイアイは絶対必要なんだよ。ありがとうございます。見ればわかるの、アイカのすっぴん眉毛薄い、そうコンプレックスなんですよ、眉毛薄い。でも今日なんか友達に、なんかすっぴんの方がいいよって言われて、って思ったけど、どうなんですかね。ね、リンくん。同意なの？なんかさ、薄くない、なんかなんて言うんだろう。薄くない？察知というかさ、なんか察知。ね、リンくん。ね、リンくん、リンくん寒いの？リンくん寒いの？
あ、若い、確かにね。昔のアイアイを思い出す。すっぴんも可愛いけど、メイクした時の綺麗さとはまた違うから。あ、でも確かになんかメイクとすっぴんだと結構変わりますよね。メイクしてると結構大人っぽい感じするけど、なんかまあ髪の毛とかもセットするしね。今日はまあストレートなんであれですけど、すっぴんだとなんか幼いよね。幼い。口の色ないんですよね、自分。あと7分。オーディションの写真から変わらないね。え、本当に？変わらないですか？でもなんか中学とかの友達とかに会うと、なんかやっぱ変わらんねみたいな言われるんですよね。なんかどうなんだろう。愛華は自分のこう昔の写真とか見て、え、変わったって思うんですけどね。何ですかね。ね、りんくん誕生日の日もできたらショールームやってほしい。え、やろうかなって思ってますので、見てね。多分夜とかだと思うけど、そう、誕生日の日に実は学校あるんですよ、私。だから学校行ってお仕事してよいしょ。そう、誕生日は忙しいので、私も実は誕生日もね、ありがたいことに忙しいので。何、りんくん、まあ多分できても夜とかになると思うんですけど、できたらやります。仕事次第ですけど。そう、生誕祭できるんですよ。そう、発表されましたよね。そうなんですよ、マリンから生誕祭始まるんで、よかったらそれも見てください。で、よかったら当ててください。そう、いよいよもう1週間後。あれ、もう1週間と1日だよ。あと1週間と1日だよ。私は誕生日です。早い。ついこの前まで初詣出してたのにね。やばくないですか、皆さん。そうなんです。1年ぶり ?2 年ぶりっていうのかな ?2 年ぶりの生誕、同時だの、レンキュン。2年ぶりの生誕祭なので、もう生誕 T シャツももうすぐ届くかな、多分。そうなので、よかったら皆さん見に来てください。よかったら DMM でも見てください。そう、ラストティーン、イエーイ。そうなんですよ。でね、まあいつの間にか成人式もしてってなってるんですよね、きっと。最近ほんと時経つの早すぎて、だからもうここ1年ぐらいめっちゃ時経つの早い。ついこの前まで5月とか緊急事態してたなーっていう記憶なんですよ、私にとっては。なんかあんまこう皆さんとね、会う機会とか少なくて、なんか、なんて言うんだろう、SK48 としての活動的には何したかって言われたら、なんか昔よりはやっぱ充実してなかったかなって思うんですけど、それでもなんか結構やることもいっぱいあって、自分自身もね、結構いろいろ新しいこととかね、成長する部分とかも結構あって、いろいろね、まあ結構楽観的だった私もいつの間にか、なんかこういろんなことに対して、こう物事に対して考えるようになったり、いろいろ自分にとっても成長したなって思う部分はね、自分で自画自賛ですけど まあなんかちょっと本当に思う部分はあるのでね。ラスト10代、ラストティーン、ティーンズユニットでね、結果残せたら嬉しいなって思います。 SK48 ね、在籍してもうすぐ6年、次7年目にもうすぐ本当に入ろうとしてるので、そろそろ私もね、ちょっと皆さんにいい報告ができるように、そしてね、皆さんと一緒にね、素敵な景色を見れるように。どっちたの、れんくん。 って思うので、皆さんね、よかったら、よかったらっていうか、
最後までついてきてくださると嬉しいです。もうあと1時間半ぐらいで終わっちゃうけど、投票もよろしくお願いします。いつの間にかね、投機もいっぱい、そうやめちゃったしね。何リンくん、どちたの太郎くん、あ、どちたの、どちたの、もうちょっと待ってね、リンくん、分かったよっていう感じで、なになになに、どちたの、はい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 、リンくんがね、降りたい降りたいって言ってるので、あと2分ですけど、もうちょっとしたら終わりますね。レン君今日えらく泣いてる。そう、多分ここが寒いから下で、ね、寝たいらしいです。真面目な話との振り幅すごいそうですね、逆転ティーンズユニットで私も頑張りたいなと思います。あと残り1時間半ご支援のほどよろしくお願いします。私も頑張ります。そして28日ね、まあ、結構8時からとかだっけ、なんかありましたよね公式サイトで。くまさんありがとうございます。そうだから、そうよかったら28日も見てくださると嬉しいです。僕もアウトドア派、アイハイさんとレン君と出かけたいですそうなんですね、よかったら見てください。5時からです。 YouTube と DMM見られますので、お、もうすぐだ。じゃあ皆さんありがとう、イエイ。スクショタイム、うん、できてるな。スクショタイムです。皆さん本当にありがとう。くまさんもありがとう。かわいいもありがとう。ゆきもありがとう。本当に皆さん頑張りましょう。またね。バイバイ。ゆきだるままじゃあ、いないね。